レッドのコッカーです、今回はですね、ちょっと開封動画をやってみようかなと思いまして、で以前ご紹介したダブル300ミーアンダブル300の、右巻きモデルですけども、左が届いたのでちょっとその開封動画をしたいと思います。普通の箱ですね、届いたの。ミニアンダブル300って、専用の箱ないみたいなんですね。メーカーの、ちゃんとした箱で送られてくる場合もあるみたいなんですけども、別のモデルの箱に入っているのが普通みたいです。はい、で、前回右巻きモデル買った時もこんな箱で届きました。ちょっと買ったショップ、アリエクスプレスなんですけども、前回と違うショップで買ってます。前回はですね、こんな素敵なルアーのおまけまでついてました。釣れますかね。ちょっと相変わらずね、ここ、前回ほどじゃないですけども、暑いんで、屋根裏の倉庫なんで、ちゃっちゃとちょっと見ていきたいと思います。まず開けます。パカッ。こんな感じで、今回ね、ゴールドのモデルを買ってみたんですけども、はい。そんなに品の悪いゴールドではないですね。これはありかなと。こんな感じですね。スプールはこんな感じで、ちゃんと肉抜きしてあって、軽量には作ってますけども、それなりにね、厚みはあるんで、それなりの重量はあるはずです。10グラムは超えてきてたと。で、ちょっと今回ですね、これを、ちょっとバラすって言ってもね、結構完全にバラすのはしんどいんで、とりあえずバラせるところまでちょっとバラしてみようかなと思います。よいしょ。合うかな。あれですね、ここ、それと、そこと、とりあえず、ハンドル側の、プレートをちょっと外してみますね。はい、こんなもんでいけるかな。ハンドル側を外すと、この中に、メカニカルブレーキ、メカニカルブレーキじゃない、遠心ブレーキの、シューが入ってるんですけども、それがですね、結構、なんというか、くせ者で、こんな感じで、スプール出てきますけども、はい。このスプール、これもう本当簡単に抜けちゃうんですよね、ブレーキシューがね。こんなプラスチックの小さいブレーキシューがついてるんですけど。なんで、なかなか釣りの、現場で開けると、これ紛失しちゃうんで、はい。気をつけた方がいいと思います。で、ここまでできましたと。で、その次、ちょっとハンドルとか外すのめんどくさいんで、せめて、こっち外してみましょうかね。こっち。どれが合うかな。これ合う？もっと大きいやつ。今、あれなんですけどね、ドライバーなんですけども、一応精密ドライバーでやっていってます。精密ドライバーじゃないと辛いと思いますわ、リールって結構。これ合うかな？ちょっと大きいんですけどね。これぴったりかな。じゃあこれをちょっと、これで。
バラしてみましょうか。お、硬いな。うん、まあ、こんな感じで、まあ3点だけついてるんですけどね、ネジ。もっと大きいやつでもなかったな。はい、まあ、こんな感じで、よいしょ、もう一本、もうちょっと巻いた方がいい。で、こんな感じで、もう一方のサイドプレートが外れます。こんななんかスペーサー入ってますけどね、樹脂製ので、樹脂製のスペーサー、まあ、この辺はあれですね、あのレベルワインダーの、機構のギアになりますけども、あとはもうこっちギアですね。ベアリングはね、この奥にあるんですよ。この奥。で、グリスべったりなんで、まあとりあえず脱脂しようかなと思います。ちょっと脱脂しますね。ネジとかなくさないように、まあ、ブレーキシューもそうですけどね、ちょっとお片付けして、よいしょ、脱脂ですけども、今回、まあ、これ使おうと思います。クレのパーツクリーナーですね。これ樹脂に樹脂を犯さないタイプなんで、リールでも安心です。よいしょ。そしたら、どっから行こうかな。うん、なんか汗拭いてるんですけどね、ティッシュで。熱くて。そしたらですね、まあ、スペーサーを置いといて、ここ、脱脂しちゃいましょうか。この辺、それから、レベルワインダーの機構の中も、ちょっと。どうかな？まあ、後でちょっと、グリスとか入れ直しますけども、ここも、ちょっと、ここも、もう一回やっとこう。で、ちょっと余分な元々の油を落として、で、あとこっちもですね、ここもそうですね、ここも落としちゃいましょうか、これね。余分な油を落として、まあ、ちょっとマシになったかな、油切ってたのか。で、あとね、ここを外すとベアリング出てくるんですよ。あ、なんか、こっち側のあれが外れちゃいましたけど。よいしょ。ここですね。ここも一応ちょっと脱脂しときましょう。で、こっちからもやっとこう。ここのベアリングを脱脂しました、今。まあ、雑ですけどね、ちゃんとバラしてるわけじゃないんで。まあ、やらないよりはマシだろうという。
で、まあここまで脱脂して、で、こっちですけども、こっちもね、ここ外すとメカニカルブレーキのところですね。あれが出てくるんですね。ベアリングが出てくるんで、ここもちょっとね、これね、ドラグがちょっと邪魔なんだけども、うまく合わせて、合わなかった。抜けた。はい、ここ、脱脂します。まあ、雑にやってるから、せめて、ちょっと。で、あとは、まあ、もう、隙間からちょっとやるしかないんで、この辺から流し込んだら、あと、ここですね。ここ、メインギア。メインギアもあるんですけども、ちょっと回して、また流し込んで、隙間からやってます。こんな感じで。雑です。まあ、やらないよりははるかにいいと思うんで。で、ダッシュ終わり。ね、私ちょっと今、あれなんですよ。ちゃんと換気しないでやってるんで危ないんですけども、こういうのやるときは換気しながらやってください。一応、溶剤入ってるはずなんで。まあ、換気してないって言っても、まあ、開けっぱなしっていうかね、開けっぴろげにしてるんで、部屋は。まあ、大丈夫だとは思いますけども。まあ、これでまあ、ちょっと、あれかな、雑ではあるけども、脱脂したかなと。もうちょっとやってみましょうか。ね。はい。こんな感じです。よし。こんな感じで、ちょっとまだ溶剤残ってるんで出しちゃいますけども、元々のまあ油を、いやちょっとこれ邪魔でしたね。こんな感じで、元々の油をこう抜きます。はい、これ抜けたかな。そしたら今度は、まあ、グリスアップ逆にしていくような感じですけども、そしたらちょっとやっていこうかな、グリスアップ。まあ、これも雑にしますけども、ここ、ベアリングのとこは、リールオイル入れます。これシマノのやつですね。こんな製品ですけど、はい。リールオイル入れます。こっちも入れとこうかな。はい。ちょっと出しすぎた。で、ここ。ここはグリス塗りましょうか。こっちとこっちと。で、ちょっとあんまり、グリスについては、あんまりいいのがなくて。まあ、これですけどね。スプレータイプなんですよ。で、かえってね、このスプレータイプっていうのは使いにくかったりするんで、まあ、どういうことかというと、まあ、こんな感じで出るんですね。こうするなるともうちょっと濡れないんで、まあ、綿棒とか、まあ、爪楊枝とかに取って、失敗したな、まあ、塗った方がいいと思います。ちょっと厚く塗りすぎた。で、あと、あれですね。ギアの、メインギアとかも同じような要領でやってきます。まあ、ギアとかはね、雑に、まあ、ガーッとやって、巻けば、まあ、多少のムラがあってもね、鳴らされるとは思うんで、まあ、あんまり、神経質になることはないと思います。まあ、つけすぎない方がいいと思います。もう適当に何箇所か乗るような感じで塗っちゃって。
で、ここちょっと内容しちゃったな。せっかく出ししたの。よいしょ。まあ、これで、グリスアップ、こっち側完了と。で、こっちも同じような要領ですね。まずはリールオイルを、ベアリングのところに入れます。で、あとはもうここも、隙間からちょっとね、やっていくしかないと思うんで、まあメインのギアの方ですけどね。これもちょっと、こっちはグリスを使いますけども、これもちょっと隙間から雑ですよ。こんな感じで。ちょっと回しながら。グリスを乗せていくと。ここにしちゃった。よいしょ。こんな感じで、もう本当雑ですけど、まあやらないよりはいいとは思うんで、でまあ適当に、まあ大体全部の山に乗せてってるわけじゃないんで、私もこれで、まあ、乗ったかなと思えば、まあ、こんな感じで回せば、全体に行き渡るでしょう。回して、なじませると。で、こっちからもリールオイル入れとこうかな。じゃ、よいしょ。こんな感じですね。で、あとは、ここですね、レベルワインダーのところ。上側のこの、あれですね、ガイドのとこ、あ、もうこれでいいかな。うん、ここはちょっとリールオイル乗せときます。で、これもちょっとスプレーしちゃおうか、雑に。レベルワインダーの、こっちの方ですね、ここはグリス乗せます。ちょっとね、このスプレータイプね、乗せすぎちゃうのが、まあ、これぐらいやっといて、後で馴染ませれば大丈夫だと思うんで、はい。たまに傷なんですけども、あとはここか。ここもちょっとグリス入れときます。これも、そんなベタベタ塗らずに、まあ、こんな感じで、馴染ませて、ちょっと余分なやつは拭き取っちゃいましょう。よいしょ。こんな感じですね。はい。まあ、これで、まあ、一応、本体の方。まあ、主だったところはいけたかなと。で、あとは、まあ、逆の要領で組み上げるような感じですね。スペーサー入れて、これ上下あったっけな？ないな。スペーサー入れて、で、サイドの、はい。カップですね。これを、合わせて、で、はまりましたね。で、あとはネジ止めしていきます。ネジ止め。
はい、すいません。ちょっと、GoPro 熱暴走しちゃったんで、仕切り直しですけど、まあ、今、こっち側のプレートを止めたところです。で、今度、まあ、これ蓋するんですけども、一応、まあ、こっち側に軽くグリス、軽くないわ、全然。入れときましょうかね。スプレー型ってね、結構扱いにくいんですよね、グリス。はい。で、まあ、止めます。で、あとは、スプールですね。まあ、ここも、ここ脱脂してないんじゃないかな。してないですよね。脱脂しときましょう。まず脱脂。で、まあ、グリスを軽くいけるかな？軽くないなぁ。ちょっとこれで伸ばしちゃいましょう。はい。こんな感じで、グリス塗って、ちょっと余分なのを拭き取って、あと、まあ、私のこだわりとして、まあ、シャフトをちょっとオイル塗っとこうかな。で、まあ、これで、まあ、あとね、ここもね、多分ベアリング入ってるっぽいんですよ。3つ入ってるはずなんですね、これね。ここだとは思うんですけども、まあ、ちょっとこれも、ちょっと、シュッてやっとこう。はい。スプール、入れます。戻します。ルール戻しました。で、今度は、こっち側ですね。こっち側、まあ、雑にしかやってないですけども、まあ、ここですね、同じようにちょっとグリスちょっとだけいけるかな、微妙。はい、ちょっとグリスして、ちょっとじゃないんだな。はい、まあ、ちょっとグリスして、これなんかね、こんなの入ってるんですよね。このパーツは、奥にこう、くぼみがあるんで、くぼみに合うようにちょっと入れた方がいいです。てか入れなきゃダメですね。ちょっと今抜けちゃったんで、くぼみに戻ってくれ。ちょっとめんどくさいな。うまく戻ってくれない。爪楊枝の方が良さそう。はい、戻りました。ちょっともう一回、グリスしときますか。はい。で、ここに戻します。これもちょっとやりにくいですけどね。よいしょ。ああ、落ちた。ほい。で、まあ、これで、形にはなりましたと。で、今度、こっちですね。こっちに入れないといけないんですけど、これ遠心ブレーキシュー、脱落しないように気をつけて、組み上げます。はい。そしたら、これは、あれか。左モデルだった。こんな感じで、まあ、ここはもう強く締めなくてもいいと思います。まあ、ここ頻繁に開けるとこなんで、こっち側はメンテナンスとか、あと、まあ、あれですね、ブレーキシューなんかの交換なんかでも。はい。で、あと、まあ、ミニアン W300 の特徴として、スプールの隙間に糸が絡むっていうこともあるんで、まあ、これ頻繁に起きてましたね。右巻きモデルで。まあ、そういう時はもうここを開けざるを得ないんで、ここはまあそんなに
強く締めなくて指で、まあ、しっかり締めれる程度締めれば問題ないと思いますので、はい、こんな感じですね。で、油を、まあ、なじませていくような感じで、はい、まあ、まあまあまあ上等ですよ、これだけ。まあで、メカニカルブレーキの調整なんですけども、右とまあ左両方についてるじゃないですか。で、ちょっとこれはどうやればいいのか、私もこれ正しいかどうかわかんないんですけども、まず、こっちが、ハンドルがついてるが、右巻き左巻きで方向違うんで、ハンドルがついてる側を調整して、だいたいスプールが、真ん中にですね、こう寄っちゃったりとかね、こう寄っちゃったりがないように、だいたい、調整した時に真ん中に来るように左側を調整して、で右側で締め付け具合ですね、調整する、これがまあ正しいやり方かなとは思うんで、まああれですね、まあスプールのガタつきがない程度に締め込むっていうのがまあ基本なんですけども、そんなに締めちゃうとね、多分回らないと思うんで、多少のガタつきは許容しつつ、この今もまあちょっといまいちだな、多少のガタつきは許容しつつ、まあこんなもんかな、はい、こんな感じで調整し、まあ雑ですけど、あとはまあ釣り場でバックラッシュするかどうかとか、その辺の、具合見て調整すればいいと思います。はい。まあ、こんな感じですね。はい。で、ゴールドのモデルね、ここにギア比が書いてありました。で、ここ、ここは一緒かな、ロゴも。まあ、右の剣のやつは W300R になってるんですけど、まあ、これ W300。左曲げなんで L になってます。まあ、あとは、そんな違いはないですね。まあ、精度はね、ちょっとね、まあ、どうなんだろうな。これ、レベルワインダーもなんか傾いてる感じするでしょ？まあ、こんなもんなんですよ。まあ、使えればいいんです。要は。まあ、あんまりその辺ですね、作りの良さとか期待しない方がいいんで。で、あと、まあ、手入れるとしたら、ブレーキシューですね。遠心ブレーキシュー。アベルさんの方から、アブ用のブレーキシュー出てるんですけど、まあ、あれが合うんで、まあ、プラスチックみたいな感じのブレーキシューが入ってるんで、気に入らない場合は、あれに交換するといいと思います。まあ、本日はちょっと W300、左巻きモデルの方を紹介してみました。まあ、あとは、購入される場所としてはアマゾンなんかでも売ってるんですけど、多分アマゾンなかなか今手に入らないと思います。なんで、アリエクスプレスで私直接買ったんですけども、アリエクスプレスで買う場合の注意点ですけども、偽物いっぱい売ってるんですよ。信じられないかもしれないですけど、こんなものにも偽物あるんですよ。で、私もね、最初気づかなくて、それ注文しちゃって2回キャンセルしてます。今回これ買うときに。安いところで選んでたら。で、どういう見分け方すればいいかっていうと、W300 だけで選んじゃダメです。ミンヤンって入ってるやつですね、タイトルに。それを買ってください。じゃないと、多分、ミンヤンじゃない W300 が届きます。はい。まあ、まあ、コピーはね、これしやすいと思うんで、こんなリール。はい。まあ、中国の場合。少しでも高く売れればもう何でもありなんで、そういう安いから偽物ないっていうのは言い切れないんで、ちょっと注意してください。はい。まあ、本日はちょっとミーヤン W300 の方の開封動画をお届けしました。はい。まあ、次回は釣り場でお会いすることになると思いますけども、よろしくお願いいたします。